はい、皆さんこんばんは。今日はね、こう皆さんが、ああ銀河系やなこのおじさんっていう話をしましょう。ほんまに銀河系から来たおじさんです。まあ、昔働いた職場なんですけどね、そこで年配の方がいてまして、で、まあ年配が仕方がないっちゃ仕方がないんですけど、ちょっと買いましたけどね。で、まあ、ある祭日の忙しい日に何回もクレームが来たわけですよね。この品物が違うとか、出るのが遅いとか。ほんで、まあ何が原因かなと見てたら、そのおじさんがホール出てるんですよね。ほんでアルバイトの子はちょうど通りかかった時に、おいどうしたん今日はって間違えたばっかり。いや、あの人ねって間違えたばっかりなんですよ。そうか、まあ忙しいからしゃあない違うって言ったら、いやーしゃあないにしても間違いすぎですよって、まあ確かにな、多いわなって、まあええわと思って。ほんでたまたま俺が外出た時に、洗い物下げてる時にお客さんからすいませんって言うから、はいどうしましたって言ったら、これ頼んだもんと違うの出てきたんですけど、ほんまですか、すいませんすぐね作り直します言うて中入って、で作り直して、ほんで、あこ担当したん誰やって言ったら、あのおっさんですわってバイトの子が。でも何回も間違えるから、ちょっとすいません言って、はい何ですか、何ですかって、仕事してるってしてます、まあまあしてますよね、してんやろな。ところで、もうそんなんどうでも忙しいから、なんでな品も間違えたら持っていくんやって言ったら、いや分かりませんって、分かりませんって、自分が持って行ってんのちゃうのって、分からんことないやろって言って話して、はあで、またしばらくしたら同じような間違いするから、もうちょっとイライラしてきて、あんなーって伝票ちゃんと見てるかって、こう何が言ってるか言ってないか見てるって言ったら、見てます。お前なって、こんな年配の方に失礼やけど、何のためにメガネかけてんねや言ったら、これどう合ってないんですよって、なんでやねんって、いつもやったらここが1回目のなんでやねんが入って終わるんですけど、その続きはあるんですよね。でそのおじさんは同じテーブルに何回も伝票を見に行ってるわけですよ。何回もで間違えるんですよ。でね、あんなって、もうそんなな、どうの合わへん眼鏡なんやったらもうはめんときって分からへんやろ言って、ほんでな、もう一つ聞いていいって、同じテーブルに行って何回な伝票見てんのって。そんなな、伝票見てたらな分かるやん、 何の品物が言ってるか言ってないか、そんだけ見てたら、それ分からへんのって。あ、伝票ですか、見てるけど読んでないんですよ、なんでやねんっ